ある日、思った。この世界に生きろって書き続ける人がいたらいいな。誰もやりそうにないし、自分でそれやってみようかな。それから一年間、毎日生きろの人は、生きろと書き続けた。なんでこんなことやってるんだろう。時々そう思った。それでも、 とにかく毎日毎日、キロと書いた。 ある日、生きろの人は外で生きろを書くことにした。そうだ。顔にも体にも生きろって書いちゃおう。生きろマンの誕生だ。どうだろうかっこいいかなここはアメリカのニューヨークにある公園。何やってんのなんて書いてるの なんでそんなことするのうーん、うまく答えられない。結局は生きろって書きたいってことなのかなそれにしてもたくさんの人。黙って見ている人も結構いるぞ。 人の前で何かを表現するのって面白い生きろの人がそのことに気づいたのは生きろを書き始めるよりももっと前のことそれがどんな感じだったのか見てみよう「畜生まただまされた」。 嘘をつかれたり、インチキなものをかわされたり、生きろの人にとって、初めてのインドの旅は、ほんと散々だった。最初は腹を立ててばかりいた生きろの人。でも、毎日を生きるために必死で、どなったり、叫んだり、泣いたり、笑ったりしている人々の姿を見ていたら、 なんだか人って面白いなーって思うようになっていったそしてこう思った楽しみ方が足りなかったんだインドの旅も慣れた頃生きろの人は一つのパフォーマンスをした全身が白く 頭に風船をつけて踊る姿が滑稽だったのか。生きろの人の周りには人だかりができ、大人も子供も手を叩いて喜んだ。生きることって楽しいな嫌な気持ちなんかすっかりどこかへ飛んでいった。そして、 この旅の数年後、生きろの旅が始まるんだ生きろの人はニューヨークの公園で生きろを書いた後、いろんな国を旅しながら生きろと書きたいと思うようになったまず最初に向かったのは シベットにあるカイラスという山。標高6500メートルを超える山で、四つの宗教の聖地とされている。きっかけは生きろの人が出会った旅人の一言だった。カイラスは人を選ぶ。カイラスにはたどり着ける人と、そうでない人がいる。 自分はどっちなのだろうカイラスの前で「生きろ」と書いてみたい「生きろ」の人はチベットのラサからカイラスまで自転車とヒッチハイクで旅をした空気は薄いし雪は降るしカイラスまでの道のりは本当に過酷なものだった。 何度も何度もくじけそうになったけど、生きろの人は絶対に諦めなかった。カイラスの神様に試されているんだ。自分がたどり着ける人間か、どうなのか。カイラスに向かう途中、テントに止めてもらったり、食事を共にしたり。 キロの人は出会ったチベットの人たちに助けられた生活は貧しいけど優しさと崇高さを持った人たちだったチベットの人たちが祈りを捧げる横で「生きろの人が生きろ」を書いているとみんなただほほえむだけで何も聞いてこなかった。 空がとても近くにあり、死んだらそこへ行くんだなぁと思った。 人間は最初に何を作ったのだろう。そんなことを考えながら、生きろの人はアフリカを訪れた。いろいろな民族と会いながら、生きろと書き続けた。そしてある時、貧しさに苦しむ人々とも出会った。それでも生きろの人は、生きろ、生きろ、と書いた。とても虚しい気持ちになった。 生きるって何なんだろうなぜこことちがう場所に生まれてきたんだろう自分にできることっていったい何なんだろうそんなことが頭の中をぐるぐるまわった。生きろそうそう、生きろ。なんでこの世界にはいろんな国があって、いろんな言葉があるのだろう アフリカの少数民族に会うたびに生きろの人はそう思った。アフリカの小さな村で生きろの人が生きろと書いていると長老が来て筆を取り見よう見まねで生きろを書いたことがあった。意味がわからないから興味を持ってもらえることだってあるんだ。 生きろの人はそう思った。みんな違うけどわかりあえることだってあるいつか「生きろ」が世界共通語にならないかな生きろ」の人はそんなことを願いながら「生きろ」の旅を続けた。 あなたの生き方に感動しました。お礼に一曲歌わせてください。生きろを見た人たちの反応も人それぞれ。いいね、元気が出たよ、と素直に喜ぶ人。生きろだなんて、と眉を潜める人。握手を求めてくる人。 感動して泣き出す人お供え物を持ってくる人何時間もただただじーっと見つめる人急に逆立ちを始める人生きろと書いていなかったらきっと彼らとは出会わなかったそれに人との出会いがなければここまで続けられなかった それにしても、いつまで生きろって書くんだろう。繰り返し生きろって書いていると、時々そう思う。生きろって書く姿が、いつか自然の風景のようにならないかな。時々みんなが立ち止まってみたり、考えたりしてもらえるような存在。 生きろって書きながら未来のことも考える100千年後、1,000年後この世界は一体どうなっているんだろうもし遠い未来に生きる人がたくさんの生きろを見たらどう感じるのだろう生きろの人の話だけでもこの世界にのからないかな あるところに、生きろと毎日書く人がいました。みたいな感じで。 そういえばなんで生きろをかきはじめたかって話をしてなかったじつはいきろの人と画家ゴッホのあいだにはふしぎなむすびつきがあるんだ生きろの人はこどものころからゴッホがだいすきそしてアートのせかいにあこがれてえをかきはじめたころなやみごとがあるとそれをうちあけるように ゴッホに手紙を書くようになったんだ手紙を送ったこともないからゴッホからの返事もないけどねでもゴッホに手紙を書くことはキロの人の励みになったそして「生きろ」という言葉が手紙の中で使われるようになっていった。 そしてある時、生きろの人に嬉しいことが起きた。オランダのクレイラー・ミュラー美術館で生きろを描くことになったんだ。この美術館はゴッホの作品がたくさんあることで有名で、生きろの人は5ヶ月もの間、美術館に通い生きろを描いた。 神の言葉を種まく人になりたい。ゴッホは弟テオにあてた手紙でそう書いた。ゴッホは牧師になりたかった。だけど結局は画家になった。生きろの人が生きろって書いているといつも感じることがある。それはいろんな場所に行っては、 生きろの種をいいててるってことすごーいなにこの広い場所は本当にここを使っていいのああもちろんだよそのために来てもらったんだから。 この建物があるのはベルギーのゲ区。昔炭鉱で栄えた町この建物は一体どんな歴史を見てきたんだろう生きろの人が大切にしていることそれは場所の声を聞くことドイツのベルリンにあるこの場所は 昔お祈りをするために使われていた。何年もの時を経て生きろの人はその場所で生きろを書いた。場所の持つ力を借りて、また新しい歴史が刻み込まれていった。 この巨大な製鉄所はもうその役割を終え、動くことはない。歴史の中でドイツになったりフランスになったりした。この場所ではかつて二つの材料を使い鉄を生み出していた。鉄を作り出す赤い土。 赤い土を熱し鉄を作るために使われた石炭。人が歩き二つのき路が混じり合っていく。時間は目には見えないけれど。 人は時間とともに生きている。時間はまるで大きな海のよう。みんな自分の船をこぎながら、毎日大海原を旅している。アイルランドにあるコークという町。ある時生きろの人は、そこで大きな船型の作品を作った。そして、 地元のミュージシャンと力を合わせて生きろを書いた全身泥まみれで書いた元気いっぱいの生きろその時、生きろの人が作った船には人が集まったいつもなら時間がない 時間がないって言ってる人や風の吹くまま気の向くままって感じで見に来た人。と生きろが完成すると船には拍手が鳴り響きしばらくすると一人、また一人とそれぞれが自分の船に乗ってまた時間の海に戻っていった。 どこからか吹いてくる風どういうわけだかこの星に生まれてきた今日もこの星のどこかで生きろの人は「生きろ」と書いている。 この世界はどこまでもつながっている遠く離れた星から見たらこの星はどんなふうに見えているんだろう キロの人は夢夢を見るのが大好き。夢の世界では思い描くことは何でもできてしまうそして夢のようなことが本当になることだってあるここはポーランドの小さな町。子供たちが持っているのは「生きろ」と書かれた紙風船。 一、二、三、わー生きろの風船が空へ飛んでいく。これは夢なんかじゃない。本当の話。 これで生きろの人のお話はおしまい。なぜならこれから先の話はこれから起こるからね。それにしてもどうして生きろの人は生きろを書き続けるのだろう。生きろと書くのが好きだから 人と出会えるのが楽しいから キロの種をまきたいから。 どこかで生きろの人を見かけたらぜひ話しかけてみてよそしたらいろいろと答えてくれるかもしれないよ。